こんにちは、ゴンちゃんです。今日は福岡市に編入されて今年2022年で100年になる早良区の西陣町にスポットを当てて西陣の歴史を深掘りしました。西陣といえば住みたい町ランキングでも常連の町です。特徴は何といっても文京地区と下町情緒豊かな商店街が混じり合うバラエティ豊かな町としてどんどん発展を遂げています。またサザエさん発案の地としても知られ、西陣を知らない人でも非常に親近感が湧いてくる町です。もともと旧西陣は福岡県早良郡にあった村で、1922年4月に福岡市に編入されるまで西陣、高取、桃地、ソハラの4校区を西陣と呼んでいました。そのためこの動画では現在の西陣のみならず旧西陣校区、高取、桃地、ソハラにおける遺跡や産業なども紹介していますので、あらかじめご了承ください。それでは早速西陣町の誕生からご紹介しましょう。現在の西陣一帯はもともとは福岡博多から外れていた地域です。古い文献を周囲すると元寇時代には桃地原、もみじ原と呼ばれ、江戸初期の1618年、元和4年、黒田長政は博多湾岸の砂浜に福岡博多目の浜の町人に一軒ごと約1メートルほどの松を1本ずつ植えさせており、これが桃地原、もみじ原と呼ばれていました。桃地の地名の由来は、昔この地域が干潟であった頃、往来する人々の足跡が縦横無尽に交差する様から百の道となったと言われますが、定かな文献資料はありません。そして1666年、寛文6年、当時の福岡藩三大藩主の黒田光行が室見川上流橋本村にあったもみじ八幡宮を日川べり、現在の福岡県記念病院の西のあたりに移すと、この八幡宮を崇める人たちが周囲の村から農地を少しずつ分けてもらい、道の片側に住むようになりました。そして次第に左右にも人が住み出して、町域が広がり出して、中西、大西のあざができ、西橋、現在の中央区事業今川に続く道は門前町となり、人家が立ち並んで栄えました。そして1694年元禄7年には中西、大西の松原一帯を切り開き、福岡藩下級武士の宅地が造成され、武士の暮らす町として江戸前期中期まで新しい西町から新西町と呼ばれ、後に西陣町となりました。もみじ八幡宮の裏側は藩士たちの鉄砲訓練の場所となった後ろ浜から西へ桃地松原が続いており、現行の古戦場だった防塁を見ることができます。当時の藩士たちの家にある生垣は鉄砲の火縄の材料にもなる鎮竹が植えられており、ここに暮らす武士たちは鎮竹丼とも呼ばれていました。この鎮竹塀が周遊館高校の裏側に残っているとされる文献があったので行って探してみましたけども、現在は取り壊されているようで見つかりませんでした。残念でしたね。こうして西陣地区は門前町として少しずつ町並みが整っていきます。元禄13年1700年7月22日に藤崎において6000人を集めた神殿開発が行われ、唐津街道が整備されていくようになりました。1732年享保17年、享保の大飢饉が発生します。この時の福岡藩は4万3000石しか収穫がなくて、人口32万人のうちなんと6万6000人が餓死したと言われています。しかし幕府には1000人と少なく虚偽報告をしています。何か特別な事情があったのでしょうが、これが後々福岡藩を脅かす事態になっていきます。幕府からの救済米5万9000票余りが払い出されますが、これには返済義務がありました。しかし福岡藩はこともあろうに町民や農民に強制的にこれを返済させたのです。しかも
民に与えられた救済米はわずか1250俵足らずで、ほとんどが菓子団に配られたので武士の餓死者は一人もありませんでした。もうひどい話ですね。そして福岡藩の財政難は明治時代になっても改善されず、1870年明治3年にはとうとう偽札を作る太政官札鑑造事件を引き起こします。この事件で黒田長政以降274年にわたる黒田氏の筑前支配の終焉を迎えることになるんです。時は流れていきます。そして1872年明治5年の区画制施行では、城下町福岡と同じ町の中心地となる第一大区となったのですが、1889年明治22年の市政町村制で福岡市が誕生すると、福岡市に編入せずに現在の百道浜の荒廃地にあった佐原村と合併して佐原郡西陣町となっています。この時は博多エリアが第二大区となっていたので、その時に福岡市に編入しておけば、これはあくまでもゴンちゃんの想像ですが、今の西陣はもっと大規模な町になっていたかもしれませんね。ちなみに佐原村は鷹取焼の産地で、現行戦場跡地でもあった村で、現在の佐原区佐原になります。1891年、明治24年隣に明の浜炭鉱があったことから、西陣でも石炭の調査が行われ開発が進みました。しかし採掘が始まるも、期待した採掘量にははるか届かず、1909年明治42年に廃鉱となり、代わって開かれたのが佐原炭鉱です。最初はとっても小さな丘にあるような炭鉱だったそうですが、第一次大戦中に海軍業で一発当てて大金持ちになった山本忠三郎という人物の手に渡ると、資金を惜しまぬ設備投資で近代的な炭鉱に生まれ変わり、勢いづいた山本は続いて鳥海にも高校を開いたようですが、筑豊や大牟田の炭鉱と比べようもない産出で、1924年大正13年11月に閉校されました。これがもし筑豊や大牟田と肩を並べるほどの規模の炭鉱だったら、今の西陣はどんな町になっていたでしょうかね。そして1900年明治33年に百道松原地区、今のサザエさん通りにあった農方藩が廃藩になったので、その敷地に周遊館高校が大名町から移転してきました。さらに周遊館高校は松原の中にあった武家屋敷跡地に校舎を新築するという案を出したため、廃藩後の生活に困窮していた旧武士たちは、この福岡県の周遊館高校の用地買収に大変喜んだそうです。周遊館高校の出身の有名人は、思想家の中村天風、元総理大臣の広田弘毅、元内閣官房長官の緒方竹虎、小説家の夢野久作、元防衛庁長官の山崎拓、元福岡県知事小川博史、講談師神田紅など、政治家小説家などを多く輩出しています。その後1918年大正7年に泉南学院が大名町から移転し、西陣は文教地区の性格を帯びてきました。泉南大学校内には松が茂っており、昔の百道原の面影を見ることができます。1号館の1階には現行ボール遺跡を見学することもできます。また体育館のそばにも国指定史跡の現行ボールが残っています。ただ残念なことに、現在の学生にこのボール遺跡の場所を尋ねても、ほとんどの学生は知らないようです。1925年、大正14年6月15日、北九州鉄道、現在の筑肥線になりますが、博多伊万里間が開業し、西陣校区内だった今の正代三丁目に西陣町駅として開業。1937年、昭和12年10月1日には国有化で筑肥線となり、西陣駅と改称されています。そして1983年昭和58年3月22日、地下鉄1号線と筑肥線の総合直通運転開始に伴い、
筑肥線博多駅、明の浜駅間が廃線となったため、西陣駅も消滅しました。当時の駅舎は開業から廃駅されるまで、トタン葺きの木造平屋が使用されていましたが、末期になるとかなりくたびれていました。現在は正代三丁目の信号がある跡地には、JR の有料老人ホーム、マンション、コンビニが建っています。なお、地下鉄西陣駅の開業は1981年、昭和56年7月26日であったため、約1年8ヶ月間は国鉄と地下鉄の西陣駅が共存していました。そのため、軌道における衝突を防ぐための信号保安システムの単線路線の交換駅で、島式ホーム1面2線となっていました。西陣町にあった武家屋敷の名残はもうほとんどありませんが、明治から昭和初期までの政治家で現役者を創立して、全国的に隠然とした影響力を持っていた遠山満の生家が明治通りと城南線の交差点付近にありましたが、撤去されました。その後は1981年昭和56年西陣地区第一種市街地再開発事業により、再開発ビル西陣エルモールが完成し、各店舗として西陣岩田屋が開業した跡地です。この再開発は福岡市地下鉄1号線の駅舎整備や幹線道路の拡幅工事と合わせて行われていたため、大変混雑していました。写真は1981年昭和56年の撮影で、正面左奥の建設中の建物が西陣エルモール、道路には地下鉄工事のため迂回するよう標識が出ています。西陣岩田屋の最盛期は年間100億円以上の売り上げがありましたが、地下鉄が開通し天神への利便性が高まると一気に売り上げが減少し、撤退に追い込まれていくようになりました。岩田屋以外にも西陣には続々と大型商業施設が開業しました。1958年昭和33年スーパーマーケット丸栄西陣店が開店。その後ユニード西陣店からトポス西陣店となり、さらにダイエー西陣店、イオン西陣店へ営業が引き継がれますが、客足は天神への流出が止まらず、イオンの営業力をもってしても期待には届かず、営業の戦略変更を余儀なくされ、現在に至っています。このように西陣町の一等地にもかかわらず、天神並みの集客には程遠く、いろいろなテナントが入居し再開を繰り返しましたが、現在では高層マンションや商用テナントになるプラリバが出店営業を続けています。そして西陣町の発展の祖になったもみじ八幡宮は、国道202号線や路面電車起動工事の妨げになることから、現在の高取に移転することになりました。もみじ八幡宮の後は西陣自動車営業所の車庫の一部として整備工場となりましたが、その後は西陣パレスなどが建設され、ボーリングブームで賑わっていました。ちなみに西陣パレスは2022年3月末をもって閉業しました。1913年大正2年には博多区の須崎町から西陣町あざ藤崎に刑務所が移転してきましたが、1965年昭和40年に加瀬郡海町に移転しました。この写真は福岡刑務所の正門を写したものですが、砂地のアプローチはいつもきれいに掃き清められていたということです。また地域の方のお話によると、日曜日には刑務所内に受刑者の理髪店が一般開放されていたということです。移転地の後は現在の佐原区役所や佐原市民センター、桃地パレス、佐原警察署、税務署などになっています。1922年大正11年4月に西陣は福岡市に編入した当時、その人口は6588人で、戸数は1200戸だったようです。2022年3月現在の人口は12474人、戸数は6355戸となっています。1927年昭和2年には城南線が西陣町を終点としてから交通の便が良くなって、昭和30年代頃までは
大勢の海水浴客でにぎわい、活気ある町としても発展しています。この桃地海水浴場ですが、1918年、大正7年7月7日に福岡日日新聞社、今の西日本新聞社が開設したものです。そして1924年大正13年7月には、大阪の木津川飛行場を本拠地にした日本航空株式会社、今の日本航空とは別会社ですが、大阪別府間の航空路線を延長して桃地海水浴場に水上飛行場を設置して、大阪福岡の郵便航空路を開設しています。つまり桃地海岸は水上飛行場としても使われていました。ここで博多湾一周の遊覧飛行もしていましたが、同年9月には現在の中央区港の海岸に移転しております。桃地海水浴場は開業からしばらくはにぎわっていたのですが、川から流れ込む汚染水の影響もあって、海の水質の悪化から1975年昭和50年に閉鎖となりました。その後桃地海岸は埋め立てられることになり、1982年昭和57年に工事が開始され、1986年昭和61年に埋め立て工事が完了しました。埋め立てられた場所は現在の西南学院中学校高等学校前で、かつての海岸線は1989年にはアジア太平洋博覧会、通称ヨカトピアが開催されており、この海岸線はヨカトピア通りとなっています。海水浴場にはちょっとモダンな海の家ピオネ荘がありました。夏は海水浴客で利用されていましたが、11月になれば大相撲九州場所が開催されていましたので、ピオネ荘は花籠部屋や西之助部屋の相撲部屋になっており、当時の人気力士だった初代貴乃花、輪島、海傑、若見杉たちの朝稽古の時はすごく賑わっていました。海水浴場が閉鎖された後も一般企業の研修会や相撲部屋などに利用されていました。西陣2丁目のヨカトピア通りには海水浴場だった記念碑が立っています。博覧会の跡地には現在福岡市博物館や総合図書館、高層マンション、 TNC 放送、 IT 企業のビジネス棟が建設されて様子が一変しました。昭和30年代の映画全盛期には、映画館は福岡市内に大小合わせて70数館ありました。西陣町にも7館ありました。今の新今川橋西側の栄新館、西陣本館には東洋映劇、西陣1丁目交差点から南に入った聚楽通り、現在の西陣64号線にあるマンションメゾン西陣のところに、通りの名前がついた東映時代劇専門の聚楽座、後西陣東映、そしてテアトル西陣になっています。そしてそのすぐ南の高田ビルに西陣松竹、それからオレンジ通りへ行けば天狗や西陣ビルは西陣中央日活、後の西陣アカデミーですね。そして西陣中央商店街にあるあっぱれ食堂前は新聚楽、脇山口交差点のドンキホーテの一角には第二東映、そして中西商店街の西沢には西陣東宝がありました。ピークの1958年昭和33年には、全国の映画館入場者数が約11億2000万人という記録を作ったんです。しかし同年に東京タワーが完成してから、テレビ時代に入って西陣の映画館も次々に消えて、西陣アカデミーのポケモン上映を最後に1999年平成11年9月15日の水曜日に西陣町の映画館の灯火が完全に消滅しました。1963年昭和38年1月1日に福岡市が発行した市政だよりに、福岡市民があっと驚くイラストが表紙を飾っていました。それはですね、10年後つまり1973年昭和48年の福岡市内の未来予想図が書かれていたんです。それは西陣を起点として博多駅、天神、大濠公園、油山を一生するモノレール構想だったんですよ。この構想にはいろいろな
賛成意見反対意見もあったようですけど、自分的にはとっても興味も期待もある、まあどちらかといえば賛成派だったかもわかりません。まあその後高島市長が博多駅から国際センターまでの太白通りの上にロープウェイ構想を打ち出したことも記憶に新しいと思います。週夕刊前サザエさん通り、今度はどんな構想が出てくるのか、まあ楽しみでもありますね。はい、平成時代に入り福岡西部の副都心として位置づけされ、天神や博多駅と違った表情の街へ変貌発展していきます。西陣町の発展を表す一つのバロメーターにもなっている西陣商店街を紹介しましょう。西陣商店街は日井川から藤崎の交差点まで続く約 1.5 キロメートルほどの昔の唐津街道に作られたアーケードのない青空商店街です。古地図を見ると日井川から中西、大西の道路が見れます。これは事業より続く唐津街道で、西陣駅周辺から藤崎駅までの5つの商店街、西陣オレンジ通り商店街、西陣中央商店街、西陣中西商店街、高取商店街、藤崎商店街を総称し西陣商店街と呼ばれ、最近はサザエさん商店街通りの愛称がついています。この通りは昭和時代まで表に格子戸と白壁に窓がある特徴の古い商家が立ち並んでいました。開発の波に押され、現在では一軒を残すのみで、文化庁により登録有形文化財に指定されています。商店街通りの名物でもあるリヤカー舞台は、リヤカーに魚介類、野菜、果物、花、または自家製の漬物、味噌、餅などを乗せて商店街の道路真ん中を往来し販売しています。このリヤカー舞台の元祖となる棒振り売り行商は1845年に店売りの許可が出されたのが始まりのようです。リヤカー舞台と商店は商売がたきであるにもかかわらず、ここではそんな世知辛さはなく、本当にアットホームな商店街になっています。リヤカーを引く高齢の女性とのやり取りもなかなかの人情味があって、下町商店街の雰囲気を盛り上げています。最盛期に100台を超えるリヤカーが西陣商店街から直進して藤崎商店街まで出ていましたが、リヤカーが通行の妨げになることから警察との話し合いが行われ、1967年、昭和42年に西陣行商組合を結成し、営業許可制度により登録したリヤカーのみが営業できるようになりました。そして出店時間なども取り決められて現在に至っています。つまり誰でも自由にリヤカーを引っ張って商店街で営業できるわけではありません。全国の多くの商店街がシャッター通りと呼ばれるぐらい活気がなく、シャッターが折れた店舗が目立つんですが、ここ西陣商店街は非常に活気がある商店街です。実際に歩いてみても分かりますけど、シャッターが降りている店舗は、まあ、1軒から2軒ぐらいしかないんですね。はい。まあ、基本的には地域密着型の商店街ですが、地下鉄を利用して遠方から訪れる人も結構おられます。商店街の中には、八百屋、雑貨店、家電店、衣料品店、医薬品店、居酒屋、喫茶、といった商店が軒を連ね、また商店街路地のあちらこちらにも西陣勝高水神通り商店街、鳩屋通り商店街、鳩屋新道商店街などなど、老若男女を問わず多くの人々が集う気さくで人情味あふれる魅力的な商店街となっています。サザエさんの作者である長谷川真知子さんは幼少期から戦中戦後を福岡で過ごしました。昭和20年頃に桃地の海岸を散歩しながら国民的人気漫画サザエさんを発散しました。昭和21年に夕刊福日で連載をスタートして、現在まで日本中の人々から愛されているサザエさん一家になりました。平成4年に漫画家として初めて国民栄誉賞を
受賞されたことを記念して、平成24年5月27日、サザエさん通りが誕生しました。サザエさん通りは、周遊館高校横の脇山口交差点から、シーサイド桃地海浜公園までの 1.6 キロの通りです。天気の良い日には、気持ちの良いお散歩コースになります。ちなみに、ここら一帯は埋め立て地になっており、サザエさん連載開始時はまだ海岸だったようです。ビッグバンで古き良き時代の建物や複雑の人情味が消えていく天神界隈に比べて、豊かな自然と歴史に囲まれた西陣地区、住民たちによる住民のための街づくりをしながら、いつまでも記憶に残る街として次世代にバトンタッチできる街づくりも進んでいます。ということで、西陣地区の歴史について紹介しました。まだ他にもたくさん紹介したいところはありますが、いずれさわらく第2弾も公開したいと準備しております。この動画が良かったと思われたら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。